ん？このビルダークイズむずいな。この黄色は一体何？はい、どうも皆さん、こんにちは。ハークです。ドラゴンクエストビルダーズ2やっていきます。では、とりあえず、この前、店長が、ちょっとゴージャスなバーセットを作ってくれって、なんか言ってたんで、ちょっとゴージャスなバーセットを作っていきたいと思います。とりあえずね、材料は、多分足りると思うから、ちょっと銀とか補充して作ったんで。で、この左上の部分が多分、ゴージャスなバーセットの部分なんで、この左上っていうか、まあ、今自分が立ってるところ。ここら辺？あ、違う、これ銀だわ これは銀だから違うな。銀、アイアン。アイアンの壁をまず、アイアンの壁の土台をちょっと作る。多分これぐらいあれば、バーセット、ゴージャスバーセットが埋まるぐらいはあると思う。これぐらいでいいかな。そしたらここに銀を、詰めていけばいいかな。まあ、左上だけだから、ここら辺までで多分大丈夫なはず。こんな感じかな。これでいいかな。で、次が、なんだっけ。テーブルだ。テーブルが、この区画。アイアン一マスだから、ここか。ここ、ここ、ここ。で、こうか。あ、違うな。もう一マスか。こうの、こうの、こうだ。で、シェイカーかな？シェイカーが、ここ。あれ、シェイカー出してなかったっけ？あれ？シェイカー作ってなかったっけ？シェイカー作ってないな。うん、シェイカー作ってない。シェイカー作ってきます。オーケー、シェイカー作ってきました。で、シェイカー置くと。で、銀の水差しがここ。で、椅子が、ここだったっけ？ここ。で、ここかな？これでバーセット。よし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 。これで完成だね。プールの建築が進み、鉱石の採掘量が上がったと。まあ、プール全然関係ないけどね、ここに関しては。お、店長来て、走って。いい、そんな年取ってるのに、そんな走っちゃって。素晴らしい。バーカウンターができたんですね。これで銀の採掘量も少し上がったはずです。それにしても、地下深くに広がる未開の地なんて、なんだか胸が躍りますね。地下深くといえば、この島には切ない恋の物語。え？ちょっと待って、聞かせてよ。ある日、この島に長く美しい髪の乙女がやってきました。その美しい髪の乙女はたくましく輝くような島の男に恋したそうです。絶対こいつ自分のことや、絶対。しかし、男は自慢の人情の乙女、次第に嫉妬心を、心に苦しめられ、島の人々と男を憎むようになった。そして乙女はついに男を殺し、自分は地下深くに潜って二度と出てこなくなったそうです。あ、自分のことじゃないの？ あ、自分のアーバン自身のこと言ってるのかと思ったわ。つい荒くれさんばかりに目が行きますが、島にはこんな切ない物語もあるんですよ。意外と話長くなかったな。達成と。あ、また店長ですか。さてと、ハークさん。この辺りでビルダーの鐘を鳴らして、鉱山の仲間を増やしてもらえませんか。ああ、そういうことか。仲間を増やせと、バーバに逃げ、採掘量も上がる。そして私たちも新しいものづくりの力に目覚めることでしょう。住人の願いを聞いてものづくりのかけらを集めるんです。そしてビルダーの鐘を鳴らしてください。ああ、めっちゃ来た。まあ、カルロから行くか。こんないかつい男たちに囲まれながら、相変わらずヘラヘラした顔だな。こんなんがいかつい住人もニコニコになる。ポーカーテーブル。ポーカーテーブルできるの？できないか、さすがに。マジ、またここも採掘量上がるんだ。設計図をよく見て、石の椅子2つ、石のテーブルにポーカーを置いて、ポーカーテーブル。ん？置き直すも手間だろうから。ん？足元にアイアンの壁を置いておくことでいいぞ。あ、ここにポーカーテーブルが来るってこと？もしかして。あ、だな、ここにポーカー、左か。オッケー、オッケー、ここにポーカーテーブルね。じゃ、とりあえず、敵倒すか。ちょっと待ってね、ペロちゃん。よし。じゃあ、ペロちゃんの話も聞くか。プール作りも行動も探検もいい感じね。そろそろ前にもお願いしてた。あ、看板メニュー。あ、看板メニューね。焚き火だけじゃうまくいかなくて。そこでね、まず食材を2つ入れられる。うわ、マジで？そんなんできんの？フライパン。フライパンを作って、キノコキッチンの焚き火の上に置いてみて。マジか、そういうのできる。食材2つ作って、あ、作ってっていうか、使って料理を作ることができると。ほうほう、これは料理の幅が広がるね。フライパン調理台を作って。フライパン作るだけなら一瞬で終わるだろうから、これをとりあえず作ろうか。よいしょ。ポーカーテーブルは、まあ、いろいろ。あ、どうなんだろう。ポーカーってできる？できるな。そうしだけか。ポーカー作って、あとなんか言ったっけ？あと、でも椅子やら何やらかんやらと言ってたから、まあ、行ってみないとわかんないな。とりあえず、フライパン置こう。これでいいの？うわ、フライパン。そんな感じで置くんだ、もう。
あら、できたよ。焚き火の上にフライパンを置いてくれたので、これで食材2つで料理ができるわ。それじゃあ早速だけど、バーの看板メニューは私と一緒に考えてくれない？島の名物のキノコ、砂漠のウサギが落とす生肉を使えば、キノコと生肉か。キノコ炒めとかそういうのかな。看板メニュー作ってちょうだい。キノコ持ってたよね、確か。生肉もあるから、生肉出して、キノコ、あ、そうだ、キノコ全部この中直したわ。これ全部取り出して、まあ、代わりに、入れるのないな、特に。焼きキノコでいいや。これで、どうやって入れるの？生肉入れてから、キノコ入れると。これで、料理。お、ハンバーグって今書いてなかった。バッチリだわ。キノコハンバーグを作って。うわ、キノコハンバーグできんだ。で、ちょっとこれが出来上がるまでポーカーテーブル作ります。これで、土台は完成かな？だね。土台は完成したから、あと椅子か。椅子、テーブル、椅子かな？多分、そうだね。石の椅子かな？違うな。石じゃなくて、木か。石の、あ、こっちか。石の椅子。あ、で、テーブルか。で、ポーカー。オッケー。これで完成か。できたよ、カルロスさん。プールの建築が進み、鉱石の採掘量が上がったと。なんか、娯楽施設ばっかできていくけど、プール全然作ってないよ。カルロスさん、できたよ。できちゃったよ。頼んでたポーカーテーブルができたんだな。ありがとうよ、ハーク。部屋の中に娯楽があれば、部屋を使った住人がより多くの、ああ、そういうことを、娯楽で遊べば。テロの頑張りには、ほとほと、頭が下がるよな。親父であるアーマンを気遣って、アラクレたちのためにバニーになって、それでいて、ハーゴン軍とも、そう、それな、戦うっていうか戦力だからね、もはや。別に、俺は女としてペロに興味があるわけじゃない。ん？ペロは俺の天使だ。だからお前さんにペロはやらん。その何、アイドル的な？ペロはもう、うちのアイドルだからって。キノコハンバーグできちゃったよ、ペロちゃん。そっちじゃないよ、ペロちゃん。俺の話聞いて、ペロちゃん。ちょっと待って。この素敵な匂い、バーの看板メニューを考えてくれたのね。作ってくれた料理、早速もらってもいいかしら。どうぞどうぞどうぞ、キノコハンバーグです。これ、キノコハンバーグって言うのね。言うのね。でも自分で言ってたけどね。止めて、とっても美味しそうじゃない。これを食べれば毎日忙しく働いてくれている。アラクレやパパの疲れも取れそうね。いや、お父さん思いもいいことだけど、ペロちゃんもね、自分のことを考えてね。お、優しいですって？そんなことないわよ。私は美味しい料理を食べて、毎日元気に働いてほしいだけ。とにかくありがとう、ハーク。私も一生懸命編集して、この料理を作れるようになってみせる。料理を食べると、特別な効果が、ああ、破壊力が上がるとか、そういう感じのやつね。このハンバーグもじゃあなんかあるのかね。お、やるじゃないって。ここのハートでは上がらないか。うわ、お願い事があるならポーカーやんじゃねえよ。なあ、ハーク。真剣な話、お前はペロのこと、不憫だとは思わねえか。ああ、まあ、え？毎日楽し、いや、まあでも楽しそうではあるけどね。本気で言ってんのか、それとも嫌味的なあれか。そういうことじゃないんだ。暑くて砂だらけのこんな場所に。ああ、エアコン欲しいね。あ、シャワールーム。シャワールームはプールの近くにあると便利かもな。部屋の壁は銀のタイルの壁で頼むぜ。部屋に、シャワーとついたて、壁掛けタイルを一つずつ置いて、ペロ用なんだ、もう。俺ら使えないんだ。この月も使わないと。ペロ用のシャワールームを建築してくれって。シャワーね。はいはいはい。銀の、まあでも近くて、まあ、ここら辺に作ればまあいいかなっていうのはあるけど、中に入れるわけでもないもんね。じゃあ外側に作っていこうか。とりあえずこんな感じでいいかな。で、バラの扉を置くと。これで部屋ができたから、まあ、シャワールームって大体小さいよね。よね。はい。で、シャワー。でもって、壁か、ついたて置けなくね、これ。これはないよな。うん、もう一段ちょっと広げようか。こんな感じ？これぐらいあればまあいいでしょう。で、タオルを。タオル大体どこかな？でも、こことかにしとく。まあいいでしょう。こんな感じで。超小さいシャワールーム。まあいいんじゃないですかね。これで。で、アラクレさんが。ちょっと待って、どこ行くの？あら、待って、どこ行くの？はいはいはい。ゴー、ペロのためにシャワールームを作ってくれたんだな。ペロはな、あいつがガキの頃から俺たちアラクレにとって特別な存在なんだ。俺たちがくじけそうになったとき、間違えそうになったとき、いつも道を示してくれたのはペロだった。今もこうして料理を作ったり、みんなを励ましたり、献身的に尽くしてくれている。
あいつは今はどんな金よりも綺麗に光り輝く俺たちの宝なんだ。早く忘れないよ。おめえたちだかライバルだ。愛するペロは絶対渡さねえからだ。いや、ペロはもうお前のこと思ってないから。ちなみに、ペロよと言ったが俺たち、よな、うん。絶対、いや、おめえは覗かねえよ。ペロちゃん用、まあね、もうペロちゃん用で作っていいよ。もうこれもペロちゃん専用なんで、荒くれさんは使わないでくださいと思うけど。どうだろう。ハートも出ねえかな、これで。来い。110か。もうちょっとかかりそうだね。なんだあれ。え、なんだあれ。本当になんだあれ。あ、小さなメダルコーナーかな、これは。調べる。文字を読みますか。はいはいはい。成長のために。ああ、いつものやつね。おう、偉そう。お、まあ、暇つぶしくらいにはなりそうだ。まあ、確かに暇つぶしに来たんだけどね。ちょっと、小さな何かが出ないから、まあ、ちょっと、タッピーをしようかと思ったら、ちょっと、このタイミングで来るかね。このタイミングで来るか。今からちょっとビルダーパズル解こうって思ってたらよ。小さなメダル回収しようって思ってたらよ。このタイミングで来るか、報告会。今日もたくさん鉱石が取れた。よし、おっと、俺にくれるのは銀13個、いいね。銀と鉄は今めっちゃいるから、欲しい。お、157個。いやでもね、3000個だから157個はまだまだ少ない方ですよ。2752個でシルバーマン。いやー、長い道のりだな、これは。ずいぶんな、お、ここでいいんだ。あ、よかったよかったよかった。多分、これは、あれ？この中でしょ、絶対。で、これが、ん？この中ですよね。なんか入ってる、これ。すでにあるか、これ。え？あ、右か。ここか。よいしょ。で、多分これが、どこだ？ん？上？え？どういうこと、これ。どういうことだ、これ。ちょっと待って、一回置こう。これ多分階段作って上に乗せるってことじゃないのかな。ん？どうなんだろう。こういうことじゃないの？え？違うの？これ。ん？このビルダークイズむずいな。この黄色は一体何？まあ、これは壊れないよな。絨毯。こっちはもう、全く壊せないから。これは？絨毯。これも無理。ここも無理。お、絨毯。絨毯の色を合わせる。でも黄色の絨毯ってどうすんの？黄色置くとことかないよな。黄色。どこある黄色の絨毯置くとことか。いや、これわかんねえな。暗いから黄色に見えないだけで、本当は黄色あるっていうのない？これピンク、赤でしょ？で、緑。だから緑はここで合ってるわ。緑。で、これはなんか黒っぽいでしょ？これでも色が違うんだよ。ここでもう、おかしいんですよね。え？ここでピーンってなった。あれ？ここでピーンってなるか。黄色がそこに入ってなぜかなった。赤。これはじゃあ緑。これの謎が謎なんだけど。じゃあここ赤か。どういうことなんだろうな、これ。結局、意味は分からなかったけど。まあ、多分、これで、もらえるでしょう。はい。え？このパズルは一番よく分かんないパズルだった。どういう意味だったんだろう。まあ、クリアしたからいいけど。法則が分からないな。どういう法則だったんだろう。まあ、いいか。まあ、メダルもらいましょう。OK、ゲット。うわ。変な色いる。小さなメダルを手に入れた。とりあえず、家に戻りますか。よいしょ。レッツゴーと。もうみんな寝てるかな？これまた、ベッドで寝たら、ハート出ないかな？ちょっと、店長。よし。
これで寝たらハートが落ちた時に出るはずだから、そのハート分で金屋の力たまんないかな。ここでハート出して、あ、出ないな。いや、どうだろう。よいしょ、68。あと50をどこで貯めるか。あと50。荒くれたちが自分でぶっ壊したからさ、ちょっとそれを作り直してあげるっていう俺の優しさでどうにかできないかな。ダンブル2個でしょ。よし。で、農具飾りだっけ、ツルハシ飾りか。これを置いたらこれで、あれ、関数しないな。あ、何が言った、タオルがもう一本いるのか。タオルが一枚足らないのか。そういうことね。タオル、タオル。タオルないな。くそ、わざわざ作れと。そういうことか、ラクレたちよ。まあ、せっかくね、ジム作ったのに、自分たちで壊すからね、ほんともう、手間がかかる子たちだわ、もう。自分で壊すとかありえないっすよ。よいしょ。これで、アラクレジムができたね。小さいアラクレジムができたから。あ、でもハートは出ないか。もう一回作ったものじゃハートは出ないってことかな、じゃあ。じゃあ新しく何かを作らないといけないってことか。これは大変。よいしょ。ハートゼロ。トイレ作ってみようか。壺とタオルでしょ？じゃあトイレを作ってみよう。トイレぐらい、トイレはやっぱ必要ですよ。トイレはね、絶対に必要もの、必要なものだから、絶対にハートがいっぱい出るはず。こう、こう。で、壺を置いて、タオルを置いて、で、あとドアだ。もうドアがでかいドアしかなかったから、もうでかいドアでやってやろう。2マスじゃ2マス。よいしょ。これでトイレ。よし、超小さいトイレができた。これにはもうみんな感動もんでしょう。お、出した出した出した。よしよしよし。いいね、いいね、いいね。ハートが出てくる。お、いいね。お、カルロとかもうシャワールームで、おーって言ってるよ。トイレはやっぱ必要ですよ。2個作ってもいいぐらいですよ、トイレは。お、いいね。このハートの量でいけないか？わ、ちょうどいいところに。こいつらもハート倒したら落とすんじゃないの？うわ、全然ハート稼げねえ。お、全滅かな？うわ、モンスター倒したぐらいじゃもう感動の気持ちも起きないか。これはハート集めちょっと大変だな。じゃあハート集めはちょっともう次回に回そうかな。次回というかもう動画外でやって、次回やるときにはもうあと1とか2とかあと鳴らすだけで次のイベントが進行できるようにしときたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次回。バイバイ。